皆さんこんにちは。整った顔立ちと高い演技力で幅広い世代から人気を集めている俳優の吉沢亮さん。今回は吉沢亮さんの恋愛遍歴についてまとめてご紹介していきたいと思います。まずはじめに吉沢亮さんのプロフィールと経歴から見ていきましょう。本名吉沢亮、生年月日1994年2月1日、出生地東京都昭和島、身長171cm、血液型 B 型、星座水亀座、趣味漫画、ゲーム、ギター、特技剣道2段、キックボクシング、職業俳優、ジャンル映画、テレビドラマ、舞台、 CM、 活動期間2009年から、事務所アミューズ。吉沢亮さんは1994年2月1日に東京都で生まれ、4人兄弟の次男として育ちました。男ばかりの兄弟ということもあり、かなり賑やかな家庭だったのではないでしょうか。幼い頃はよく兄弟で仮面ライダーごっこをしていたそうで、当時から仲も良かったのでしょうね。ちなみに幼少期の頃から吉沢亮さんの顔立ちはふっきりしていたそうで、周囲からもイケメンと評判も良かったとのこと。吉沢亮さんの父親は子供たちのしつけに厳しい人だったそうで、年上を敬いなさいとよく言われていました。そのため兄弟の間でも、兄には逆らわない、年上には君をつけて呼ぶというルールがあったとのこと。なかなか兄弟の中で君付けをする家庭は少ないかと思いますが、父親は子供の頃から社会に出てもしっかりやっていけるように教育していたのでしょうね。小学生時代の吉沢亮さんはどちらかというと内気でおとなしい子でした。家族からも喋らない子だねと言われていたそうで、かなり無口だったのではないでしょうか。その反面、目立ちたいという感情は少なからず抱いていたとのこと。小学1年生から剣道を始めると、どんどん実力を上げていきました。母親も厳しい人だったそうで、その後9年間一度も休むことなく剣道を続けています。小学生だと一つのことを長く続けることも難しい時期ですが、吉沢亮さんはしっかりした子供だったのではないでしょうか。中学時代はバスケットボール部に所属しながら剣道も続けて行っていました。バスケの実力も相当高かったそうで、キャプテンとしてチームを引っ張る存在だったとのこと。小学生から続けている剣道の実力もすごく、段位は2段で関東大会にも出場するほどでした。しかし中学時代はかなり剣道の練習が厳しかったそうで、辛い部分もあったのかもしれませんね。そんな吉沢亮さんは中学時代かなり女子からモテていたそうで、同じ学年の女子が40人近くいて、3分の2以上から告白されたと話しています。自身もモテ期のピークだったと話していましたが、どれだけモテていたのかがわかるエピソードですね。高校時代はこれまでバスケットボールに剣道と運動部に所属してきた吉沢亮さんですが、高校では運動部には所属せず帰宅部でした。中学時代とは違って女性からはあまりモテなく、どちらかというと女子とも関わり合いのないグループで過ごしていたとのこと。友達も少なかったそうで、3人以外とは一切喋ってなかったそうです。高校時代はどちらかというと暗い方だったのかもしれませんね。ちなみに吉沢亮さんは芸能活動のために高校3年生時に日の出高校芸能コースへ転校しています。すでに仮面ライダーフォーゼに出演するなど、高校時代から忙しい日々を送っていました。高校時代友達がいなかったり女子からモテなかったりしたのも、仕事が忙しかったことも関係しているのかもしれませんね。高校卒業した吉沢亮さんは大学へは進学せずに芸能活動に専念しています。卒業後は幅広い活動をしており、俳優として順調に成長していきました。2013年のドラマ「ブッセ」で初主演に抜擢されると、俳優として注目されるようになります。その後映画「銀魂」で起きた相互役に抜擢されると、高い演技力を披露して、ビジュアルも原作の設定に近かったことから多くの人たちから支持されました。2019年には「夏空」で連続テレビ小説初出演すると、2019年の映画「キングダム」で圧巻の演技力を披露、第62回ブルーリボン賞助演男優賞、
第43回日本アカデミー賞最優秀助演男優賞を受賞しました。これまでに主演だけでなく脇役など様々な役柄を演じ、その度に高い演技力を披露しています。その演技力の高さ、そしてひたむきに努力し続けられたからこそ、吉沢亮さんは人気絶頂の俳優へ上り詰めたのではないでしょうか。吉沢亮さんがデビューしたきっかけは、2009年に母親がアミューズ全国オーディション2009ザ・プッシュマンに応募したことでした。当時の応募者は31,514名いて、吉沢亮さんはその中からライト本賞を受賞しています。イケメンすぎて国宝級イケメンランキングにも殿堂入りしていますが、気になるのは彼女情報です。これだけのイケメンですからモテそうですが、恋愛に対しては奥手で人見知りが激しいそうです。歴代彼女の噂は8人から15人と言われていますが、実は今まで吉沢亮さんの熱愛スクープはありません。そこで今まで噂になった女優さんと、2020年に話題になった現在の彼女と言われる荒木優子さんとの匂わせについてもまとめてみました。吉沢亮さんの歴代彼女を見てみますと、ほとんどが共演者の女優さんばかりです。まずは吉沢亮さんの彼女と言われた方々を時系列にご紹介いたします。1人目、2011年、志保さん、仮面ライダーフォーゼで共演。2人目、2013年、川口春奈さん、ドラマシェアハウスの恋人で共演。3人目、2013年、大原桜子さん、映画彼女は嘘を愛しすぎてるで共演。4人目、2014年、トリンドル玲奈さん、ドラマロストデイズで共演。5人目、2014年、清水文香、千言よしこさん、仮面ライダーフォーゼで共演。6人目、2014年、橋本環奈さん、ドラマ水球ヤンキースで共演。7人目、2018年、桜井日奈子さん、映画ママレードボーイで共演。8人目、2018年、春さん、ドラマサバイバルウェディングで共演。9人目、2018年、荒木優子さん、映画あの子の虜で共演。10人目、2019年、長澤まさみさん、映画キングダムで共演。11人目、2019年、吉岡さとほさん、FNS オールスター秋の祭典で共演。12人目、2019年、広瀬すずさん、 NHK 連続ドラマ小説夏空で共演。吉沢亮さんの歴代彼女に元 AKB の女優大島優子さんの名前を見ることがありますが、吉沢亮さんは大島優子さんのファンで、好きなタイプと公言したことから彼女の噂が広まりました。そして吉沢亮さんは女優の宮崎あおいさんも好きなタイプだそうです。他にも噂があったのが杉咲花さんです。杉咲花さんの噂は映画ブリーチでの共演から言われ、東京の港区で食事をしていたことを女性セブンにリークされますが、実際はお互いのマネージャーも一緒だったそうで、吉沢亮さんと杉咲花さんは交際されていません。そして新川優愛さんも2014年に青ハライド水球ヤンキースで吉沢亮さんと共演したことで噂になりましたが、新川優愛さんはロケバスの運転手と2019年に電撃結婚されていますので交際されていません。吉沢亮さんの歴代彼女は噂レベルやデマ情報も含め15人ですが、新川優愛さん、杉咲花さんと大島優子さんは違うことが分かっています。残りの12人のうち、トリンドル玲奈さん、長澤まさみさん、吉岡さとほさん、広瀬すずさんも共演者として噂になっただけのようです。そうすると残りの歴代彼女は8人となります。吉沢亮さんは熱愛報道のスクープ写真は表に出たことはありません。極秘に誰かと交際しているのか、本当は誰も彼女がいないのか、はっきり分かっていません。ただ週刊誌やテレビなどで熱愛報道があったのは荒木優子さん、清水文香、千言よしこさん、志保さんの3人です。まずはこの3人をご紹介いたします。1、荒木優子さん、2020年の1月5日に放送されたアッコにお任せの2020年に熱愛が報じられそうな有名人というコーナーで、
若手人気俳優 Y と若手人気女優 A が交際中と報道されます。これが吉沢亮さんと荒木優子さんだということで、2人が熱愛中という噂が流れました。吉沢亮さんと荒木優子さんは映画あの子の虜で共演し親しくなります。その後交際の匂わせを思わせる行動が発覚します。吉沢亮さんと荒木優子さんの匂わせ発言とは、吉沢亮さんが思う荒木優子さんの印象についてこのように言われます。オンオフがなくて本当に雫に近い、天真爛漫だし一緒にいて居心地が良いんです。見た目と中身のギャップが虜になった、目を見て笑ってくれる女性が好きになる、この言葉がもしかして2人は本当に付き合っていると思われ、匂わせ発言なのという噂が広まりました。アッコにお任せの報道が本当だったら、2020年内に熱愛報道がスクープされていたと思います。それを考えると、吉沢亮さんと荒木優子さんは付き合っていない可能性が高いと思われます。清水文香、千原よし子さん、吉沢亮さんは荒木優子さんの前に、熱愛報道のあった女優は清水文香、千原よし子さんです。吉沢亮さんと清水文香、千原よし子さんは仮面ライダーフォーゼで2011年から2012年まで共演しました。吉沢亮さんと清水富美香さんの熱愛報道は2017年に発覚しました。2017年に清水文香さんが出家した時の女性セブンの記事で発覚しました。清水さんと同年代の若手俳優 A です。2014年頃に交際していて、周囲にもその彼にも付き合ってるのは絶対に内緒にしてって徹底していました。ただ交際1年ほどで破局してしまったんです。その頃清水さんは酒に酔うと、もうイケメンはコリゴリと口走ることもあったという。この記事から若手俳優 A が吉沢亮さんではないかということで、実際はよく分かっていません。ただイケメンということで接点をたどっていくと、吉沢亮さんの可能性が高いということです。実際に交際されていたのは2014年から2015年のようですが、こちらも本当のところは不明です。3、志保さん、吉沢亮さんと志保さんはやはり仮面ライダーフォーゼで2011年から2012年まで共演しています。仮面ライダーフォーゼでは志保さんは天の川学園高校1年の野沢優子役で、仮面ライダーメテオの作田流星役、吉沢亮の恋人役でした。志保さんはツイッターやミクシーなどに裏アカを作成し、そこで吉沢亮さんのことを書いていて、何度かファンに本人だとバレてしまい、吉沢亮さんのファンから抗議されています。そして匂わせブログなども多く、お揃いの服を着ていたり似たようなことを書いたりしていたことから、ファンから大バッシングを受けることになりました。吉沢亮さんと実際に熱愛していた可能性が高い女優さんは、荒木優子さん、清水文香、千原よし子さん、志保さんの3人でしたが、他の5人の方はほぼ噂レベルですが、共演したドラマや映画で雰囲気が良かったから熱愛の噂が立ったように思います。これまでの歴代彼女と言われる方を紹介してきた中で、吉沢亮さんの恋愛観などをまとめますと、好きな女性のタイプはこのような方のようです。年上の女性が好き、マイペースな自分を受け止めてくれる人、ロングスカートを履く方が好きで露出が多い格好はダメ、誰からも好かれる魅力的な女性、嘘がない人、仕事を頑張っている人、男の子慣れしている人は苦手。吉沢亮さんはもともと人見知りが激しく、恋愛に対して苦手のようで、典型的な草食系男子のようです。ですから女性の方から声をかけてくれないと、なかなか恋愛に発展しないようです。いかがでしたか？最後までご視聴いただき、ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価も、ぜひお願いいたします。それでは、また。